鏡屈折鉄道1号線全13駅攻略動画です。ということで今回はリンバスカンパニーで2023年4月6日より開催されている鏡屈折鉄道1号線の全ステージ攻略をやっていきたいと思います。すでにツイッターなどで80ターンや65ターンでクリアという報告が上がっていますが、私もやっと累計クリアターン100ターン以内に縮めることができましたので、1駅ずつ使用した編成と攻略のコツをお伝えしていこうと思います。ここで少し注意ですが、星3人格や抽出で入手することができる EGO を使用しています。使用しています。あらかじめご了承ください。またクリアターン短縮には1、2ターン目のスキルが非常に重要になってくるので、理想のスキル構成になるまでギブアップを繰り返す根気も必要になってきます。それでは行きましょう。1ステージ目、目標ターンは6ターンから7ターンです。攻略手順はまず1ターン目で雲の石灰、鉄の断罪、月寒波を引きます。画面では2ターン目に雲の石灰が来るので鉄の断罪のみで始めています。このスキル構成ですと、ウーティスの現場式を雲の破裂と一緒に体力91の敵に当てます。続いて鉄の断罪を別の体力91の敵に当てて、他のスキルは EGO まやかしと2ステージ目で使用する黒い枝の EGO 資源を考えて敵の攻撃を相殺しましょう。綺麗にスキルが決まるとこのターンで2体の敵がダウンしますので、2ターン目は画面のように1体の敵をできるだけ高威力のスキル2つで削り切ります。なぜスキルを分散させないのかというと、1ステージ目の敵は体力が半分を切ると毎ターン自動回復が入り、その分倒すのが遅くなってしまうためです。その後敵を順々に倒していくと、早くて4ターン、遅くても5ターンには突破できるでしょう。2ウェーブ目はグレゴールのまやかしを使い、後列の下側にいる敵以外に攻撃を集中させていきます。あとは次のターンでもまやかしを使用して1ウェーブ目と同じように処理していきます。2ステージ目、目標ターンは4ターンです。まず1ターン目に集中射撃、雲の石灰、現場式を引き当てます。雲の石灰で一番奥以外の攻撃スキルを使用している体力105の敵を指定します。現場式とグレゴールのスキルで他の体力105の敵を使用し、ファウストのスキルと集中射撃で体力181の敵を狙います。2ターン目は少し難しいですが、動画のように敵の HP を見てうまくダメージ配分を考えていきます。ちなみに前方の短剣を持った敵は斬撃に弱く、後方の斧持ちは一つに弱いです。2ウェーブ目は EGO のまやかしと黒い枝を使用します。こうするとほとんど4ターンで敵が全員混乱するので、あとはダメージ配分を考えてうまく倒し切りましょう。大体はアイドに2人、その他敵に1人ずつスキルを打つとうまく処理できると思います。3ステージ目、目標ターンは6から7ターンです。あれ、いつきさん1人足りないんじゃないかいと思われるかもしれませんが、これで正常です。ここで本作の人数とスキルについてお話しします。本作では最大5名を先頭に連れていくことができます。また1ターンで使用できるスキルは1人1つで合計5つです。ですが参加人数を4名にした場合は、2ターン目から4名のうち1人が2回スキルを使用できるようになります。この特性を利用して、例えばダブル車ドンキホーテの充電を早く貯めたり、ヒースクリフの迅速制圧を出やすく調整することが可能なんです。動画ではイシュメールが2回行動してますよね。ちなみに行動が増える囚人は毎回ランダムです。動画内ではギブアップマラソンに疲れてイシュメールのまま進行しています。また4人でのギブアップマラソンがしんどいという方は、この4人に加えて黒雲ホンルを入れるのをお勧めします。まず1ターン目でヒースクリフ速度6の迅速制圧を引きます。理想はファウストの握りしめるを迅速制圧の手前に持ってくることです。この2つのスキルを右目に集中させ、他のスキルで胴体と左目のスキルを相殺します。ですが必ず1個のスキルは通ってしまうので、耐性の高いイシュメールなどに耐えてもらうようにしましょう。その後はスキルを相殺しながらひたすら右目を攻撃し続けます。また精神攻撃によって精神力が低くなってしまった時は、ファウストの EGO 水袋や氷床放出器も活用していきましょう。4ステージ目、目標ターンは6ターンから7ターンです。このステージでは EGO 黒い枝とまやかしを使用していきます。1ステージ目のスキルセットは鉄の断罪と握りしめるがあるといいですが、2ターン目にそれらが来るようであれば特にギブアップマラソンは必要はありません。また2ターン目や3ターン目で削りきれなそうと判断したら、ファウストの EGO 水袋で対処しましょう。攻略のコツはできるだけ EGO 資源を考えてスキルを打つことです。この戦闘で使用した EGO はまやかし4回、黒い枝1回、水袋1回となっています。5ステージ目、目標ターンは2ターンから3ターンです。路地の番犬は電信柱の部位が混乱または破壊されると、そのターン攻撃をしてこなくなるという特性があります。1ターン目で路地の番犬よりも速度の速い
雲の石灰とその他スキルを引き当てます。動画では一ターンで破壊していますが、可能であれば混乱で止めておくのが理想です。その他スキルは人間や頭など各スキルの弱点属性の部位に当てていきましょう。また2ターン目にヒースクリフの迅速制圧が打てる場合は EGO 死体袋で攻撃増加とクイックを付与してダメージの底上げを狙います。その後電信柱が破壊された後は全攻撃を無視して電信柱を狙い続けます。攻略のコツは電信柱の混乱と破壊をうまく活用して攻撃を中断させることです。6ステージ目、目標ターンは7ターンから8ターンです。未だになんて読んだらいいかわからないアブノーマリティ戦です。この戦闘は初見だととにかく時間がかかりますよね。このアブノーマリティは新規転入届の処理と転入届の処理というスキルを充電が10個溜まっている状態の時に打ってきます。順番としては3ターン目に新規転入届の処理、8ターン目に転入届の処理です。転入届の処理は EGO を使用して跳ね返しが可能ですが、3ターン目の新規転入届の処理はそもそもマッチ不可となっています。理想は8ターン目の転入届の処理が来る前までに体力を削り切ることです。そこでおすすめしたいコンボがファウストの握りしめる、前ターンで死体袋を使用した速度6の迅速制圧、充電が17から20スタック溜まっている空間切断です。まずファウストの握りしめるで中止を付与し、死体袋で底上げした速度6の迅速制圧で効果力と脆弱を付与します。最後の充電17から20スタックの空間切断は脆弱でさらに効果力になるというコンボです。難点は逃げるものファウストとドンキホーテ EGO 電信柱が必須な点です。どちらも抽出限定なので根気強く回して当てるか人格の破片を集めて交換しておきましょう。7ステージ目、目標ターンは2ターンから3ターンです。7ステージ目では先ほどご紹介したコンボを2ターン目で行うことで最短2ターンでクリアが可能となっています。狙う部位は足です。また動画では節約のため使用していませんが、ウーティスの EGO 黒い枝を胴体部分に当てるとその他部位まで多段ヒットするのでターン数の短縮になります。足を破壊したら尻尾など他の部位の攻撃は無視して足に攻撃を集中させましょう。また2ターン攻略を狙うのであれば北雲本流の雲の石灰が1ターン目と2ターン目で使用できるスキル構成にしておきましょう。8ステージ目、目標ターンは9ターンです。8ステージ目で出現する進もうとする異端審問官と全てのある異端審問官は殻を直すというスキルを使用してきます。このスキルは命中すると体力を最大値の 10% も回復されてしまうので必ず阻止しましょう。また全てのある異端審問官は中途半端な模倣という大変厄介なスキルを使用してきます。これは受けたスキルを模倣して反撃してくるので中途半端な模倣を使ってくるターンはコイン1枚のスキルで攻撃するようにしましょう。ちなみに進もうとする異端審問官と全てのある異端審問官は1ターンの間に攻撃されないと体力を回復するパッシブも持っているので必ずそれぞれ1回ずつダメージを与えておきましょう。攻略のコツは迅速制圧や空間切断で先に全てのある異端審問官を処理しておくと敵のスキル数が減るので敵一体にダメージを集中させることが可能です。9ステージ目、目標ターンは8ターンから10ターンです。9ステージ目では広範囲 EGO 虚幻鏡と執行のオーバークロックを使用して1ウェーブと2ウェーブをなるべく早く終わらせるのが攻略のポイントになってきます。動画内では資源が足りず執行オーバークロックのみに絞って攻略しています。また3ウェーブ目で出現する傾斜3級職員強化は3ターンの間ターン終了時に凄まじい体力を回復するので雲の石灰、迅速制圧、空間切断、握りしめるなどを使用して一体一体倒していきましょう。そうすることで回復の隙を与えず確実に戦力を削ることができます。ただし敵のスキル拒否者遮断はかなり高威力かつマッチ数も多いのでこのスキルだけは必ず相殺して無駄なダメージを食らわないようにしましょう。10ステージ目、目標ターンは10ターンから14ターンです。ここではフンヌの EGO 資源が余っている状態で戦闘を開始します。またヒースクリフの迅速制圧がスキル上段にあるようにします。まず1ターンの間に2体いるうち1体の四つ足の獣に対してコインを4枚使用します。そして1ターン目に EGO 死体袋を使用しておきます。こうすることで2ターン目で狂乱と脆弱が入りダメージが通りやすくなります。領主 EGO 4本目のマッチの火は四つ足の獣に対して非常に有効なので迅速制圧の後に使用しましょう。残った四つ足の獣を空間切断などで処理します。うごめく異端審問官ですが何もしていない状態だと防御力が異常に高く設定されています。しかし防御スキルを貼った後はその部位の防御力が40に書き換えられるため先に速度の速いスキルで防御スキルを使用させて
てから一気に集中攻撃しましょう。正直ここが一番時間のかかるステージだと思っています。動画撮影時では16ターンかかってしまいましたが、最終的には14ターンまで縮められました。また正直クリアターンを更新するとしたらここかなとか考えています。11ステージ目、目標ターンは3ターンから4ターンです。11ステージ目では弾頭魚と路地の番犬が同時に出現するステージです。弾頭魚は EGO 黒い枝を胴体部分に当て続けます。ヒースクリフの集中射撃なども使用していきましょう。路地の番犬は5ステージ目と同じ対処方法です。雲の切開や切り払うを使用して電信柱を混乱オア破壊します。弾頭魚がだいたい2ターン前後で倒れるので、その後は迅速制圧などを使用して残った路地の番犬を処理します。攻略のコツはまず弾頭魚を処理することです。また路地の番犬の電信柱を混乱オア破壊してできるだけ被弾を抑えるのも重要になってきます。12ステージ目、目標ターンは5ターンから7ターンです。いよいよクローマー戦です。ですがご安心を、このクローマー3章の時よりもなぜか弱体化しています。ドーベルマンだと思ったらまさかのチワワになってました。編成は3ステージ目でもお話しした3人編成です。ヒースクリフとドンキホーテが2回行動するように調節します。ターン目のスキル組み合わせは空間切断、迅速制圧、雲の切開です。1ターン目にドンキホーテの EGO 電信柱を使い、2ターン目で死体袋を使用します。また2ターン目でクローマーが使用してくるスキル握りしめるをマッチした囚人は次のターン中止をつけられて強制的に混乱してしまうので、必ず本ルにマッチさせるようにしましょう。3ターン目で迅速制圧と空間切断のコンボを行い、4ターン目でもう一度死体袋を使用していきます。また可能であればもう一度迅速制圧と空間切断を1セット作っておきましょう。早くて5ターン目で第2形態に移行するので、あとは大口に向かって先ほどと同じコンボを行います。倒しきれない場合はスキルをうまくさばきつつ貫通属性のスキルで大口を狙い続けましょう。13ステージ目、目標ターンは10ターンから11ターンです。いよいよ終点です。ここまで一向に出番のないイサンとシンクレアですが、上手な活用法をコメントにて募集中です。アブドーマリティ、我、ムニータレリ戦ではまず速度6、迅速制圧でアイドを処理します。我、ムニータレリは仏像を破壊することでスキルで敵味方の識別ができなくなり仲間割れを始めます。ちなみに仏像はグレゴールのスキルで簡単に破壊が可能です。合法というデバフが108溜まると敵味方関係なく即死するので、グイドとジーシャ部長はこの合法を貯めて処理します。また我、ムニータレリの高威力スキルに対しては必ず EGO で対処するようにしましょう。まあ、正直 EGO でも均衡なのでかなりきついマッチだと思います。攻略のコツは我、ムニータレリの味方強化スキルを必ず捌くことと、仏像のスキルは相殺して素早く敵に合法を貯めることです。ということで長くなりましたが全13ステージの攻略でした。当初は120ターン以内クリアを目指していましたが、80ターンクリアや67ターンクリアなどを見て自分も100ターン以内クリアには入りたいなと思ってしまいました。まだまだ研究不足な点も多々あるかと思いますが、参考にしていただければ幸いです。またもっと早い攻略法があるよという視聴者の方がいましたら、ぜひコメント欄で教えていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。